はい、嫌いです。はい、今回なんですけども、親戚の人に借りた、カードを、紹介していきたいと思います。まあ、どれがいいカードなのか、どれがあれなのかっていうのがあんまよくわかんないんですけども、じゃあ、見ていきましょう。これっていいカードなの？これ多分一応デッキではないと思うんですけど。なんか急に貸してって言ったから多分探して多分入れてくれたと思うんだけど。すごくないこれ。はっちょい。あ、これ、僕通販で買ったわ。これ見てね、通販で買ったわ。欲しいと思って。新レインボードラゴン、これってかっこいい。ってめっちゃ持ってる。めっちゃ持ってる。新パラドクトドラゴンだって。これ何の箱買ったらこんないいのついてくんだろう。レッドアイズ、アンデッドドラゴンだって。レッドアイズスピリット。いやなんか、カードでさ、生贄に捧げなくても、召喚できるよっていうカード昔あったらよかったなって思ったことあります。これは何かわかんない。レッドアイズブラックメタルドラゴンだって。レッドアイズダークネスドラゴンだって。レッドアイズブラックドラゴン。あ、こういうタイプのやつもいるんだ。新ブルーアイズ。さっきこういう系いたね。銀竜の合法だって。ジーキラ。双眼銀竜だって。お、これ英語版のやつ？これ英語版のやつあるけどさ。まあ、いいや。英語版のやつってどこで売ってんの？スクラップツインドラゴンだって。ごちゃごちゃしすぎじゃない？イーパー。バルロード、ヒュリアスドラゴンだって。めちゃくちゃダブってる。え、見えないこれ。気候じゃ村雲のオロチだって。これデッキとかって作ってるんですかねこれ。多分これはデッキではないと思う。わかんないけどね。あれ、ちょっと今、ちょっといろいろあって会えないからわかんないけどね。どうなんだろうね。青木めき乙女。なんか見たことあるわ。これで見たのかもしれないけど。デーモンの小生だって。かっこいい。てか、遊戯王カードってかっこいいよな。女性はかわいいし。いや、遊戯王カードで、福本莉子ちゃん出てこないかな。10万でも買うわ。20万でも30万でも、400万でも買うわ。福本莉子ちゃんのカードあったら絶対買うわ。多分、1000万でも買うと思う。魔導士、ジュノーンだって。魔導士、ジュノーン、後で買おう。これ気になったカードはもう、通販で買うしかないんですよ。めっちゃダブってんね。なんか、シャドウグールってなんか、結構持ってる人いたな。なんか、こんなにいるっていうぐらい、デッキに入れてる人いたけど。これさっき出たような気がする。あ、座敷嵐ね。これ、あれなんかな？
あの、ゴールドパック買ったらついてくるのかな？ゴールドパックに似たようなやつが結構いる。お！神の宣告とかね。さっき出ましたね。サイバーダークキールだって。黒炎竜レベル8とかで。星8だね、ほんとに。攻撃3000とか。レッドアイズ、ブラックメタルドラゴン。これめっちゃかっこいいな。これ後で買おう。シノマジックとか。メタルカとか。ランサードラゴンニュート。これも後で買おう。もう後で買おうと思ったやつはちょっとどっかに引っこ抜きます。ドラグ。これもちょっと気になるね。うん、これちょっと怖いからいいわ。これ何のパック買ったら、こんないいカードついてくるんだろう。うん、この2枚は、後で通販で買います。決まり。ちょっと、一回買って。